ということで、今日が4週目になってしまいました、2週目結構いいところまで行ったんですが、先週ちょっとサボったせいで、交代いたしました。そうなんですよね。ちょっとね、先週で成功率何パーセントぐらいですか、ね、先週は、70ぐらいですかね。でいきなり今日がもうラスト週でございます。そうなんですよ、ね、ちょっと別に言い訳するつもりはないんですけれども、ね、ありがたいことに先週そして今週と仕事がなかなか忙しくてですね、はいはい、まあ、ちょっとあんまりね、はい、あんまりできへんかったんですよね。全然聞く耳持ってません僕はでこれ今年のね、はい、忘年会のね、はい、あれがかかってるじゃないですか。そうです、これもし今日できなければこの我が発するチームの忘年会の費用は大森さん持ちと。もう本当誰が決めたんっていうね。いうもしあなたができればあなたの会費は払わなくていいという結構不利な条件です。かなり不利ですよねよし、じゃあちょっとまずは体操からいきたいと思います、今日はですねこのスタジオの片隅の空間にですね今あの何を引いたんですか、それ。これレジャーシートを今引いてもらいました。もうやる気満々でございます、はい、今柔軟体操をしておりますが、まあ、いわゆるお相撲さんでいうところの股割りみたいな柔軟体操をしております。はい、しております、これが出来上がりましたらでございますが、よし、じゃあ大丈夫です。もう一度ルールを言いましょう。開脚ができたというのはどういう状態になったことをできたと考えてよろしいでしょうか。はい、その本によりますと両肘がつくところまででいいんですけど、はいはい、私は元ダンス部ですから日本女子体育大学のプライドにかけて、はい、ベタッと体が床につくところまでというハードルを自ら設けました。まあこれ大変でございます。今すごく後悔してます。そうですか。さあそれでは泣いても笑っても最後の週でございます。それでは挑戦いたします。今ビデオカメラも回ろうとしております。いった、入りま、いった、どうぞパキって言ってるけど、パキって。大丈夫か。よし。まずじゃあ、行きましょう。はい。まず、はい、まず肘はつきます。肘はつきます。そこから、よっ。このね、最後の一押しがね、はい、これがね、わかります？この、なんかもう股が裂けそうな感覚。裂けないでくださいね。新婚さんですから。はい。これちょっと。よっ。ああ、もうちょっと。もうちょっと、あと何センチ？あと2センチ、3センチ。どうだ？ちょっと待って、ちょっと待って。休憩が入った。ちょっと一回。はい。これ誰かにちょっと押してもらおうかな。でも押したらできるんじゃないの？押して、押してもらったらグッていけるんじゃない？最後で一押し。そうですか。いや、まあでもちょっと自分で、わかりました。はい。ではもう一度いきます。はい、せーの、どうぞ。もうまた勢いだ。よし。いきますよ。はい。いきますよ。せーの、よし。どうだ、いけたか。ついたんじゃない？痛い。ついた、いけた。一瞬ですけどね。ついた。ほんの一瞬ですけど行けましたね。つきましたよね。はい、審判員も OK を出して。つきましたよね。つきました。やったー。すごーい。いやーいいですね。足が戻らない。足が戻らない。いや意外と柔らかいんですね。痛いよ。今その様子を見てて僕は一曲作りました、はい、藤圭子さんに並んで久美子のまたは昼開く。ちょっとなんじゃそりゃじゃあ歌わせていただきます。歌うかいやできましたね。やった、見事達成です。ということは我々がやります忘年会サイゼリアで、1人分だけ我々が日を持たせてね。ラスイートって言ってませんでした？そんなこと言いました。ラスイートのねホテルのレストランで。レストラン？そんなこと言いました？はい。え、サイゼリアっていう話で出てませんでしたっけ？それは出てなかったと思いますよ。そうですか。あるいは、はい、今日のチキンハートの唐揚げ1個という話。忘年会でもなんでもないわ。おやつやそれ。いや、お見事でございました。ありがとうございます。